ピッコロさん、ちょっと相談があるんですけど。相談は構わんが、なぜお前はスーパーサイヤ人の姿のままでいる？うまく言葉にできませんが、もうしばらく修行を続けたいんです。孫の死に責任を感じているのか？それもあります。でもこれからは僕が平和を守っていかないといけないと思います。だからもう少しだけスーパーサイヤ人の姿で体を慣らしておきたいんです。なるほどな。どうやら俺が気を揉む必要はなかったようだ。え？倒したと思われていたフリーザが、もしセルが蘇ったり、新たな人造人間だからお前が気を抜いているようなら喝でも入れようかと思っていたところだが、その必要はなかったようだ。そうだったんですか。気にかけてくれて嬉しいです。それより具体的な修行方法は考えてあるのか？ただそれがまだいい方法が浮かばなくて。まあ無理もあるまい。精神と時の部屋で大抵の修行はやり尽くしただろうしな。何かいい方法はないでしょうか？お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は一朝一夕だが、心の強さは別だ。心の強さですか？孫もああ見えて戦いの時は冷静だった。しかしご飯、やはりお前はまだまだ甘さ。確かにそうかもしれません。僕が冷静だったらセルを自爆させることもありませんでした。でもどうしたらいいんでしょう？そうだな、これは劇薬かもしれんが、ベジータと修行してみてはどうだ。奴ほど甘えに厳しい男はいない。他人だけでなく自分にもな。もしかすると奴との修行から何かヒントが得られるかもしれない。わかりました。ベジータさんに手合わせを頼んでみます。よし、ベジータさんのところへ行こう。何の用だ？手合わせをお願いできませんか？お父さんを死なせてしまったのは僕のせいだから、お父さんの代わりに僕が平和を守っていかなくちゃいけないと思うんです。ふざけるな！カカロットが死んだのが貴様のせいだと？カカロットの代わりだと？うぬぼれるのもいい加減にしやがれ！え？くそったれだ。もう戦わんつもりだったが気が変わった。来い、貴様をぶちのめしてやる。貴様がカカロットの代わりになれるのか確かめてやる。この程度でビビるんじゃねえぞ。そんなもんじゃなかったぞ。
ベルの野郎をぶっ飛ばした時みたいにな。そう思い出させやる。ベジータさん。なんでもない。もうやめだ。セルを倒した時の力はこんなもんじゃなかったはずだ。手を抜きやがったな。貴様みたいな甘ったれがカカロットの代わりになどなるか。腐ったれ。うん、ベジータ父さんの代わりだなんてうぬぼれてた。もっと自分を見つめ直さないと。もうしばらくスーパーサイヤ人のまま修行を続けよう。こんにちは。ありがとうございます。すごいパワーの塊だ。こんにちは。はい、そうですね。どうでしょう。ブルマさんの家は大きいから目立つよね。どうじゃ。無神人様のとこに行ってみようかな。僕でもなんとか勝
ったそうだな。どうじゃ。Zurück zur Gottes Versteck. やっと落ち着いて勉強してくれ。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。人前ではやめてけれ。修行の時だけに。そうか、僕もいつか学校に行くんだな。孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かな人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられている町の名がそう解明されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強とそれだけではと、母である父がサタンシティでは武装した強盗が。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ、圧倒的なパワーと技であっさりと、そして強盗を退治したご飯は、人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士、また金色の戦士、誰。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。ああ、もう学校に遅れちゃうよ。急がなきゃ。
手に。これは編入してきたごはんくんだっけ。あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ。ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え、ミスターサタン。ほら驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない？どうだったかな。金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなの。ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし、この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた金色の戦士と背格好がそっくりね。え？正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談して。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。この後ベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗しちまうようなやつ、もっとも俺の球を打てやしないだろうがね。適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言って。難しいな、世の中って。ふん、俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。お前、俺の弾を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。こんにちは、ブルマさん。ちょっと相談があるんですが。あら、ごはんくん、相談って何？正体がバレないように。はい、何かいい方法ありませんか？あるわよ、私天才だもん。本当ですか？いいわよ、少し時間がかかるから待ってて。すいません、トランクス君はどこですか？じっと待ってるのも多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯君より強くしたいらしいわ。へえ、怖いですねそれは。重力室か、どこだったかな。ごはんさん、いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？うん、
パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。はい。そういえばトランクス君に修行をつけて。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は。ちょうどいいところに来たわね。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕やっぱりいらない。じゃあ、学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。ふふん。この悟空にそっくりなご飯の弟の名はゴテン。悟空があのセルとの戦いの前に残していった。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱりついでにパトロールをしていこうかな。ことなさそうだな。こいつはちょっと強そうだぞ。大したことなさそうだな。やっぱり飛んでいくと楽だな。大したことなさそうだな。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。へえ、驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそー、ちな、なら、なんだてめえは。私は、ん、悪は絶対許せない、正義の味方。グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。
私の名前を知ってる。やっぱり。こんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう、蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだね、あんた。で、正体は秘密なわけ。ええ、まあそうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの。そうなんですよ、だから早く行かないと。やっぱり。え？やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。しまった。なんでわかったのですか。この声よ。それと喋り方。私の名前も知ってたし。そんな。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことバレちゃいけないって。だから。あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。え、天下一武道会知らないの。格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へー、あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？いろいろ鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。そんなの。いいじゃないの。グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。わかりました。出場しますよ。やったー、決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。